北朝鮮による相次ぐ弾道ミサイルの発射を受け国連の安全保障理事会は先ほどから北朝鮮情勢を協議する緊急会合を開いています韓国軍などによりますと北朝鮮は昨日朝短距離弾道ミサイル2発を日本海に発射しましたいずれも日本の EEZ 排他的経済水域の外に落下したとみられます 北朝鮮は18日にも icbm 大陸間、弾道ミサイルを発射したばかりです。北朝鮮の国営メディアはアメリカ軍と韓国軍が19日に実施した。合同訓練を非難していて、今回の発射は事実上の対抗措置とみられます。また、金正恩朝鮮労働党総書記の妹、キムヨジョン党副部長は昨日談話を発表し。 太平洋を我々の射撃場として活用する頻度は、アメリカ軍の行動にかかっていると警告し、アメリカ側の対応次第で日本列島を越えて弾道ミサイルを発射する可能性を示唆しました。北朝鮮による相次ぐ弾道ミサイル発射を受け、国連の安全保障理事会は日本時間今朝から緊急会合を開き、北朝鮮半島情勢を協議しています。